はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国ということで、次は第4章ですかね、やっていきたいと思います。これ1回につき1章ずつやっていこうかな。まあちょっと短かったりするかもしれないけど、その方が区切りがいいでしょう。吊り橋から三冠の村ってか、背中ぶった切られて絶対死んだでしょ。相変わらず鎧着て寝てるんだな。いやいやいや、起き上がれないだろ普通に考えて。目覚めたか。さっきは不意打ちをしてすまなかったな。すまなかったっていうレベルじゃないぞ。まさかお前だとは思わなかったんだ。君は確か炎の部族の。ああ。リンカだ。ここは炎の部族の村だよ。ミカミックス、私はお前を白夜王国に引き渡す。そうか、仕方ないな。僕は処刑されてもおかしくないことをしたんだから。いや。心配するな。お前は殺されない。なぜなら、お前は。お、誰か来た。ん？もう来たか。どなたですか？うわ、寒そう。これ雪？雪山か？こいつ。さらししか巻いてねえじゃねえか。君は。ご無事でよかった。ミカミックス王子。え？え？さあ、行きましょう。すぐに白夜王城までご案内いたします。なんだ？何のことだ？これ山でも下ったのか。だいぶ時間かかりそうだな。王の間。白夜王国王城しさらぎ、しらさぎか。おお、これはだいぶ和風な国ですね。まあ忍びとかいるからね、もともとそういう国なのか。ここはさっき桜があったけど、春か。雪山といい、桜といい、季節感がよくわからん。待っていたぞ鈴風、ご苦労だったな。はい龍馬様。坂本龍馬だ。ああ白夜王国の第一王子坂本龍馬だよ。龍馬てん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 。もういいだろ、どうせ処刑するつもりなら早く。なんだ、誰か来たの？これは何、ムービー系なの？アニメ調になってるけど。戻ってきてくれたのですね。ミコト、本当に本当に。え、あの、何が？よかった、よくご無事で。私の子ミカミックス。若っ。母親若いな。お前何歳だよ。僕があなたの子？どういうことなんですか一体。てか俺何歳なの？これだけ見るとなんか18歳とかの青年っぽいっすよね。で、このお母様は一体おいくつなのですか？最大の疑問だ。ミカミックス、あなたはこの白夜王国の王子。幼い頃暗夜王国にさらわれ連れ去られてしまったのです。私はあなたの母ミコト、私たちは家族なのですよ。そんな、あなたが僕の本当の母親？嘘だ、そんなこと信じられない。ああそうだろうな、だがこれは本当のことだ。俺は龍馬、お前の兄だ。兄さん。そうだ、はっきりと覚えている。お前がさらわれた時のことは。あの時、当時はまだ友好関係にあったはずのシュバリエ公国を訪問していた父、白夜王スメラギは突然的に襲われた。暗夜王ガロンの騙し討ちにあったんだ。そこで白夜王は
お前の父親は命を落とした。白夜王スメラギ、それが僕の本当の父上。本当に覚えていないのか、少しでも思い出せないのか。覚えてないな。きっと強化人間にされたんだろう。精神操作を受けて。私は記憶が欲しいの。すげえおぼろげだな。おう、こいつは暗夜王か。こうやって見ると暗夜の国はなんか悪の国ですね。思い出せない、何も。そうか、まあ無理もないな。ミカミックス、今信じろとは言わない。すぐには受け入れられない話だろう。またかよ。でも一般兵っぽいな、こいつは。王国です。北方の山の村々が敵襲を受けています。何？あの辺りには今火の火と桜が。はっ。火の火王女と桜王女は村にとどまり、村人たちを避難させています。わかった、俺もすぐに向かう。ミカミックス、お前も共に来てくれ。お前の目で真実を見極めてほしい。てか誰に襲われてんの、アンヤ？ごめんなさい。日の金様、私が足をくじいてしまったせいで。大丈夫だ。民を守るために頑張った。さくらはとても立派だった。村人たちはまだ避難の途中。誰かが残って戦わねばならない。たとえ劣勢でも白夜の王女として戦い抜いてみせよう。姉様、てかこいつ馬に乗ってけばいいじゃん。これ何、モンスター？いいか。ミカミックス、敵は数が多く広範囲に散っているようだ。このような時はまず危険な場所を見極めるとよい。え、どういうことよ。全体危険範囲、敵を選んで A ボタンで危険範囲を表示します。で、危険範囲って何なの。 X ボタンで危険範囲を表示します。はあ、あ、これね。この危険範囲って何なんだろうな。まあいいや、今誰だ、俺か。で、この赤は何なの、どういうこと。これリンか、レベルは4。ん、あそこに村があるな。誰かが危険を知らせに行かないと。で、どれ、ここ。じゃあ行くか。訪問、こんにちは。ひどか様、さくら様を助けられに来たんですね。お二人は付近の村々の者たちを逃がすため懸命に戦っておられます。どうかお二人をお救いくださいませ。私には何もできませんが、せめてこれを。女神の像、良さそうなもの手に入れたな。これアイテムとかって何、どうやって見るの。ちょっと分かんないからいいや。鈴風、あのミカミックス様、私は傷薬を持ってきています。よろしければミカミックスさんにお渡しいたしましょう。お、マジで。持ち物の交換、味方の隣に移動して物々交換、交換したい持ち物を選びます。ほほほ、ちょっと待って、まあ、やれということだよね。物交換で傷薬。おお、なるほどね。ヒットポイントは10回復と。これ意外に桁低いっすよね。あ、全員動かせないじゃん。これなんだよ、めっちゃ危険ゾーンがいっぱいあるんだけど。あ、あいつはあれなのか。え、なるほど、緑部隊なんだね、こいつらは。自分たちは3人しか。この龍脈があるな、使おう。龍脈ってタダで使えんの。平地に変える。ほら、あれ、もう飲んだ。岩山が跡形もなく。あれも龍脈なのか、まさかこれほどの力が。王族は神に最も近いもの、そう伝えられています。神宿る地を見出し呼び起こす、王族ご自身にさえ御しきれぬ力、今はそれが日の香様たちを救う鍵となるかもしれません。最も神に近い男、乙女座バルゴの釈迦。こいつは王族じゃないんだ。龍脈が使えない。誰だっけ、鈴風をちょっと隣にくっつけるか。
これ大丈夫か、戦い。民を脅かす怪物よ、この火の蚊が相手になろう。いだー、超強い。しかも2回攻撃だし。来た、めだめだ、う、超強い。今バキーンってなったからクリティカルかなんか出たのかな。なんかみんなあいつらの方行ってんな。おお、回復した。なんでだ、オート回復か。特に仲間に指示を出さず皆に自由に戦わせることもできる。だが思わぬ敵に不覚を取らないよう注意は必要だ。なるほど、お任せボタン。ユニットのいない場所で A ボタンでシステムメニューを開き、お任せを選びます。お任せは X でキャンセルできますと。ちょっとお任せしてもしょうがないんで、ま、常に横につけつつ、こいつはちょっと遅れてんな。痛い。これは経験値入るか。よしよしよし。あんまり経験値持ってないな。ゴブリン的な雑魚なのかなこいつら。ちょっとそろそろ多分傷薬を使わないと。減ってきたといえば減ってきたな。まあいいや、ヒットポイント24でしょ。うわー、いけない、隣に行けない。もうみんなあいつら狙ってんな。ほらほら、山だからか動きが鈍い気がする。狙われた。強えない。別にさ、俺たちいらなくねこいつ一人で無双できんだろう。回復するし。うわ、全然動けない。こいつを中心に防陣でも組むか。ほい、やばい、こいつに経験値を奪われる。なるべくなら自分たちで倒したい。何こいつ、マジ半端ねえな。あいつは結構動き回ってんな。おい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 、全然いけねえじゃねえかよ。何この危険ゾーンって。うわー、クリティカル、多分クリティカル。お、何これ、武器レベルなんて上がるんだ。 D に上がった。 D かようやく。これ装備とかって変わんのかな。ヒノカ、サクラ、待っていろ、今助けに行く。ミス超強い。あいつが狙われてんな。どれだけの戦闘能力があるかだな。普通へあいつに任せとこう。俺たちはちょっとこいつらを襲撃しよう。さあ来い。うおー、アイアヘイだし。ミスが食らえ、ミス食らえ。なんか変なハートマークみたいなのがさっき出たな。お、レベル6。お、めっちゃ上がった。もっと強くなるんだ。やばい、狙われた。わ、私も白夜の王女です。お、怯えたりしません。うわー、おい、助けに行けよ。まずこいつを殺そう。攻撃、うん、どうすんだ。攻撃命中率 75% か。叩きのめしてやる。行くぜ、くらえ。セーバイ。相変わらず魔剣持ってんだな。おお。おお、なんかハートが。ちょっと待って、ちょっと待って。こいつやばい、こいつやばいぞ。おお、あと一回方死ぬ。頼む、なんとか、なんとかしろ。よし、ミカミックス&鈴風 MVP! で、MVP は何なの？ありがとうございます。助けていただいて。あ、よろしければお名前を。新手の逆なんか？僕は、ミカミックス。姉様。
また会えた。ずっとずっと私ってか、こいつら年がわからん。いきなりナンパされた。なんて罪な男なんだ。日の香はお前の姉だ。お前が幼い頃にさらわれた後、ずっとお前を思って泣いていた。そしてそれまで触れたことのない、ん？なんかこれナタ？ナタの修行に明け暮れるようになった。なぎナタか。いつかお前を暗夜から取り戻すのだと言ってな。そして超強くなったな。自動でヒットポイント回復するし。よく戻った。姉として嬉しく思う。兄様、お前は何なんだ。化け物どもは滅ぼした。みんな帰るぞ。化け物は一体、アンヤ王国ではノスフェラトゥと呼ばれているらしい。アンヤの邪術師が作り出した意志なき怪物だ。母様、ミコト王女は結界を張り、この白夜王国を守っておられる。母様が生きている限り、アンヤ兵はこの地へ侵攻できないのだ。結界の中に入ればたちまち戦意を失ってしまうからな。そうだ。だからアンヤ軍は人ではなく心を持たぬ怪物を送り込み、以前から白夜王国に被害を与えようとしている。そんな、アンヤ王国が怪物を送り込むような真似を。しかもあの怪物どもはすでに野生化し、自国の民すら無差別に襲うと聞くぞ。アンヤは戦いに勝つために民たちを平気で犠牲にする。まさに邪悪そのものだ。このような卑劣な策を使うこと、何より幼いお前を奪ったこと、決して許しはしない。ミカミックスが受けた苦しみ、必ず報いを受けさせてやる。こいつは過激だな。なんか獅子丸みたいなのがいんな。相変わらず鎧で動き回るんだな。ここがあなたの部屋ですよ。自由に使ってくれて構いません。汚ねえな。散らかってんじゃねえかよ。掃除しとけよ。これは？それは小さい頃にあなたが描いた絵ですよ。ほら、これが父上、これが私、それからこれがあなた。なんて下手っぴな絵なんだ。そんなもの捨ててしまえ。ここはあなたが子供の頃に住んでいた部屋です。あなたがさらわれた後も、この部屋はずっとあの時のまま。片付けてしまうと、ミカミックスがもう戻ってこないと認めるようで、どうしてもできなかったのです。大きくなりましたね、ミカミックス。僕は何も覚えていないんです。え？だから今のお話にどう反応すればいいのかがわからなくて。あなたにとっては僕は愛する子だったのかもしれない。でも僕にとってはあなたは今日会ったばかりの人。急に親子だと言われてもその思いに応えることはできません。なんてひどいことを言うんだお前は。すまない。すまないって偉そうだなお前。あなたは僕の母親なのに。いいえ、無理もありません。あなたはずっとアンヤ王国で育ってきたのですから。でも私は奪われたあなたとの時間をこれから少しずつ取り戻したい。そして叶うならいつかもう一度あなたと家族になりたい、そう思ってます。うん、しょうがないな。しばらくはここで自由に過ごしてください。城を見回ってもいい、外に出てもいい、あなたの自由にしていいのですよ。じゃあまず部屋を掃除しようか。一人黄昏れている。マックス兄さん、カミラ姉さん、レオン、エリーゼ、僕は。歌声。おお、入水自殺しようとしたやつじゃないか。おお、また入水自殺するのか。懲りないやつだな。お前こんなところで何してたんだ。アクア、すまない。
つい聞き入ってしまって。不思議な歌だね。聞いていると心が落ち着くような。あなた、ミカミックス王子ね。君は？私はアクア、アンヤ王国の王女だったもの。え、だった？ええ。あなたが幼い頃にアンヤ王国にさらわれた後、白夜王国はあなたを取り戻そうと手を尽くしたけれど失敗に終わったわ。だからあなたと交換するため忍びたちは私を白夜へ連れ去ったの。ちょうどあなたと反対のついの人質として。なんだって？何？いいえ、誤解しないで。私はこの白夜王国で暮らしてきたけれど少しも不幸じゃなかったわ。敵国の王女である私にもこの国の人たちは優しくて、巫女王女は私を自分の娘のように愛してくれたわ。なんてことだ。これだけ聞くとマジでアイヤ王国が完全なる悪じゃないか。巫女王女とは何かあったの？わからないんだ。どうしたらいいのか。急にあの人が母親だなんて言われても何の感情も持てない。でもあの人は僕を愛してくれてる。龍馬王子やみんなも。そう、わかるかもしれないわ。私も今、もしもアンヤに戻ったらあなたと同じ気持ちになるかも。私はアンヤで生まれ白夜で育った。うん、僕は白夜で生まれアンヤで育った。私は白夜の民として生きていくわ。この国でみんなと共にいたい。巫女王女の平和を愛する心を知っているから。そしてアンヤ王ガロンがどれほど残虐な男か知ってるから。そりゃそうだな。あなたはどうするの？僕は、まあ、どうせ白夜だろだって白夜王国買ったもん。というところで第4章終了ですね。なので今回はこれで終了したいと思います。